お、どうも、アルカリアです。サンプルレイジェンスアガッティです。ビジュアル警察さんの時間です。おー。前に、あの、なんか、ガッティの好きなバンド、ベスト3みたいな、やったじゃないですか。あ、はいはいはい。出してもらうってやったんですけど、まあ、あの、あれ、まあ、現在って感じだったと思うんですよ。あの時現在。うん、で、今回は、より過去に戻るというか、より過去に戻る、あの、講座をさ、もう、何バンドしたわけですか。ファーストインパクトってあると思うんですよ。第一印象。そう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 。そのちょっと順位、ファーストインパクトが良かった順ベスト5みたいな。なるほどなるほど。いっちゃん最初ね。そうそう、そのファーストインパクト。だから例えばさ、あのディオーラとかをさ、ビジュアル祭りのライブ見てこう、そうさらに行ったみたいなさ、うん、講座今までしてきて、そのファーストインパクトでこれいいなみたいな、そのなんか順位。かけました。じゃあお願いします。はい、カメラに見せてから。あ、そうですね、オッケーです。僕はこれですね。1位キズ、2位ビストイップ、3位バグラグ、4位ロイズ、5位子供ドラゴン。おー、はい。まあ、こんな感じですね。第一印象でこう痛烈な印象があるのは。なるほどね。まあ、キズは来るかなとは。うん、キズはやっぱズバ抜けて、やっぱこの中でも特別な1位かなって感じがした。うん、もうね、なんかもう俺が知ってる音楽の中でも全然もう全然何にも知らない世界というか、はいはい、もう価値観というか変わるくらいな、それくらいの出会いだったかなっていうところで、まあやっぱ一番最初に聞いたところからドハマりしたし、まあそういった部分で、まあもうこれは即決でしたね、1位のキズは。なんか本当にガラスを破ってきたじゃないけど、ね、そんな感じの、うん、固定概念みたいなのがこうぶっ壊された感覚がこう自分の中で何かあったかな。ドーン、すごいですね。すごい。もうすごい。で、2位ビストリップ。はい、これはあのライブ映像を見させていただいて。そうだ、結構メインで、うん、ちょっとライブの本当にクオリティがすごいなっていうところ。まあちょっと曲は知ってるけど、さらに魅力を知ってで好きになったって感じですね。はい、といった感じですかね。ダメですよ。何が？ダメですよこれ。ダメですよ。何ですか？ため息が出ますよ、ちょっと。歌が上手すぎて。ザ・バスよ。3位はバグラグ。バグラグ、バグラグもやっぱね、ショーツグローを聴いた時の感覚っていうかが、すげえ、こう、印象が強くて、で、そこからなんかバグラグっていうそのバンドを知って、で、好きになってって感じで、で、やっぱそこから、まあ、ひっちゃかめっちゃかもいい曲だなと思ったし、RIP もかっこいいなって思ったし、みたいな感じで、4拍子講座で、こう、なんかこう、すんなり入ってきたのはバグラグ、の先に聞いたからかなって感じはしたかなと。まあ当初はビジュアル系をまず知らないからね。そう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 。ビジュアル系を聞く入りとして、すごいなんか導入としてすごいなんか入りやすくて。ああ、なるほどね。その部分でもなんかこうあの印象強いかなってところで3位ですね。めっちゃ好きっすよ。4位はロイズですね。はい、スーパーノバの印象やっぱ強いんですけど、うん、まあすごい聞きやすさみたいなのもあったんですけど、はいはいはい、歌声がすごいなんかとにかく綺麗だなっていうところと、うん、やっぱりこう僕のイメージの中だとやっぱビジュアル系ってこう重い音で激しいっていうイメージだったんですけど、そのイメージがこういい意味でこうなくなったというか、やっぱりね、こう引き込まれるこう歌声っていうのが、うん、さっき説明でも言ってたけど、こうなんていうかこう個性的って言ってたじゃん、説明として。女性的なこう透き通った歌声というか、そういった感じでやっぱり他にはないのかなっていう感じで、やっぱりこう引き込まれる感はあった。では5位が子供ドラゴン。うん、今一番好きな子供ドラゴン5位なんですね。そうなんですよね。講座でその聞いた時はまあなんかすごいなんか変わった曲をやるなみたいな印象だったのよ、うん、特にまあやっぱベースかな、ベースのこうインパクトがすごくて、どの曲もこんなにゴリゴリにベース出てくるバンドいるんだみたいな印象、なんかそんな感じかな。あとは、まあ、曲で言うとこの世界は終わりだが特に
印象が強くて、何の気なしに聞いてみるかみたいな感じで聞いてって、で毒虫聴いて、そこから徐々に徐々に好きが増してったって感じですね。あ、毒虫で結構火ついた感はあるよね。そうだね、もう毒虫にハマってからはこうめちゃめちゃかっこいいなっていうのがこうどん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 増えてきて、やっぱ毒虫もう毒虫しか聴いてない時あったし、この曲めちゃくちゃ好きですね。めちゃくちゃかっこいい、これ。いや、もう本当ジェットコースター乗ってるみたいだったそうそうそう、ギュワンギュワンいってこう登ってるところがあってみたいな、ガコーンとされるみたいな、まあ、こんな感じになります。なるほどね、はい、実際こう迷ったバンドとかは、迷ったバンド、アルカンとか、そうですね、アルカンかなと、あとアルシテかな、ちょっとこう候補で脇の方に何バンドかこう書いてたんだけど、その7バンドでちょっと迷ったかなというわけなんで、ね、こんな感じで今回は終わりたいと思います、はい、まあ、皆さんのなんかそれぞれのバンドのファーストインパクトとかもしよかったら教えてください。というわけなんで、ジャスコ、ジャスコ。